タくん。千鶴さん。どう？ちょっとしたもんでしょう。はい。とても綺麗です。でしょ？ここの景色最高なのよね。あ、ん？なんでもないです。変な光太くん。よくわからないけど、火山帯がどうのこうのって、結界でいつでも常夏にしてあるんだって。そうなんですか？まあ、いろいろあった後だし、気分一新ってことで気に入ってくれると嬉しいな。あ、はい。とても気に入りました。そう、よかった。準備も終わったし、早速着替えましょう。あーって言っても、あ、そっか、ここ更衣室なんてないんだっけ。私はいいんだよ、ここで着替えても。ダメです。ちょっとまだダメだよ。ちょっとアズロさん、先輩。おお、高菜ちゃん意外にいい体してるわね。おっせえな、女ってのは何かと準備に時間がかかるもんだけどよ。どんな水着なのかな、楽しみだな。なあ、のぞむさんは水着忘れたの？着てるんだけど。